広島市南区で建設が進む JR 広島駅の新駅ビル。今日ホテルの最上階や屋外の広場など順調に進む工事の様子が公開されました。巨大なクレーンが立ち並び、建設真っ只中の JR 広島駅の新たな駅ビル。ビルの西側に立つひときわ目立つホテルなど、その一部が公開されました。ホテルは地上20階建てで、高さはおよそ100メートル、9階から20階におよそ400室が入ります。ホテルのそれぞれの部屋には、1.8 メートル四方の巨大な窓があります。ここからは広島市内を一望することができます。南側の客室からは宮島など瀬戸内の島々が見て取れます。さらに駅前に目を向けると、広島電鉄の新しいルートも見えてきました。路面電車は直接駅ビルに乗り入れることになります。また東側からは鉄道ファンにはたまらない新幹線など列車が走る様子を眺めることもできます。外装工事はほぼ終了。外装には白を基調としたタイルがまだらに並び、広島の川が光り輝く様子が表現されています。青いタイルは瀬戸内海の色をイメージするなど、こだわりが詰まった作りです。続いては7階です。ビルの7階はホテルのロビーとなります。そしてその外は屋外広場となって、市民の皆さんに開放されるということです。地上およそ60メートルに位置する7階部分は、催しの開催などを想定した広場になっています。自由に立ち寄ることができ、ウッドデッキの設置も予定されています。今後は路面電車が乗り入れるビル中央部分の工事を進め、東西の行き来を可能にします。進捗率はおよそ6割、工事は順調に進んでいるといいます。物価の高騰とかの影響はありますが、工事の進捗はですね、うまく工夫をしてですね、特に影響なく進めている広島瀬戸内の玄関口としてふさわしい、そして皆様にですね愛される広島駅ビルを作っていければと。年明けにはほぼ形が見えてくるという新しい駅ビル、開業は2025年春の予定です。さあ、改めて新しい駅ビルのフロア、どんなフロアになるのかイメージをご覧いただきます。ご覧のように、ショッピングができる商業ゾーンですね、それから映画館などが入るわけなんですね。楽しみですね、映画館。そうなんですよ。で、こちら西側の建物の7階から上がホテルということになります。で、この東西のビルの間には2階部分に路面電車が乗り入れるという、これ日本で初めてという試みになるわけなんですね。で、今 VTR にあったように、今回公開されたのがこのホテルのまず最上階の部分20階と、それから7階部分の屋上広場ということになるわけなんです。開放感がありました。広場はどんなふうに使われるんですか？そうですね、もちろん景色を楽しんだりということもありますし、それからステージを作ってコンサートを開くことなどもイメージされているということなんですね。新しい広島の玄関口、にぎわいの場としても期待されています。